はい、こんにちは。フラットチャンネルパパです。今日はですね、トンバラを使って、トンバラのタレカツ、ソースカツですね、そちらを作っていきたいと思います。まずはですね、トンバラをカットして切れ目を入れていきます。で、トンバラカットしてある場合は、切れ目だけ入れてください。よく焼肉用で売ってるトンバラありますよね。そちらの場合はこの切れ目を入れる作業だけをしてください。こんな感じですね。スースースッと切れ目を入れます。で、その後にお肉叩いて薄く伸ばします。トン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 と。こう、お肉伸ばすことによってですね、切れ目と伸ばすことによって揚げる時ですね、時間を短くできますね。で、あとタレにくぐらせますので、タレが染み込みやすいということで非常に美味しくできます。で、お肉の繊維もいただきますので柔らかくなります。で、終わりましたら今度は、塩コショウですね、塩コショウを全体にまぶしていきます。下味です。塩コショウで下味で、終わりましたら今度は小麦粉、薄力粉を肉の両面につけます。こういう感じです。裏表両面にさっさっとつけていきます。まんべんなくつけます。結構小さいかなと思うんですけど、パン粉つけてあげると割としっかりした大きさになると思いますので、このぐらいでいいと思います。で、溶き卵をつけて、パン粉をまんべんなく、これも両方ですね、パンパンと。で、パン粉をちょっとはたいた感じで置きます。溶き卵にくぐらせて、パン粉ですね、こんな感じです。ちょっとキュッキュッと押す感じです。卵はつなぎに使っていますので、卵少なくなってきたなと思ったら、お水ちょっと加えてもいいと思います。はい、こんな感じでしっかりしたお肉、衣がつきました。割と大きいサイズになったでしょ。こういう感じです。はい、それではソースですね、タレのソース、こちら左からですね、ウスターソース大さじ3、みりんが大さじ3、醤油大さじ2、砂糖大さじ2です。砂糖の代わりに蜂蜜大さじ2とかにしてもいいと思います。そこら辺は臨機応変でいいと思います。で、これをですね、フライパンで熱していきます。160度の弱火で混ぜ合わせます。これ入れ方はですね、順番は何からでもいいです。特に煮込み料理するだとか、食材に味をつけるわけじゃないので、さしすせそとかは関係なく入れて、弱火で砂糖がダマにならないように混ぜます。本当にこれ混ぜるだけです。沸騰しない程度に混ぜてください。で、これが混ぜ終わったら、もうこれでタレ漬け、つけだれは OK でございます。はい、それではいよいよ揚げますよ。これ揚げる温度はですね、弱火です。こちらも160度の弱火ですね。ゆっくり揚げていきます。まあ、お肉薄いのですぐ火が通ります。はい、焦げないように一旦返します。で、切れ目入れてあるのとですね、お肉薄く叩いて伸ばしてますので、火の通りが早いです。はい、じゃあ揚げましょう。
で油を落とすために一旦こういう上に乗せます。油落とします。でタレにくぐらせる前に効率よくお肉を油の中に投入し、この間にタレにつけます。でこれも裏表両面につけます。で揚げた温度もありますので、ソースは先ほど言ったように沸騰させなくても全然大丈夫です。であとはこれを盛ります。千切りキャベツ用意しましたので、お皿の上に盛っていきます。でこれを順番に繰り返します。油をこの上に乗せて落として、その間にカツを油に入れて、揚げている間にタレにつける。両面浸して浸したらお皿に盛り付ける。こういう順番ですね。はい。で裏にすると、でいい感じになりましたら、これをまた取り出します。これ繰り返しですね。はい。油を落としている間にカツを揚げます。入れます。で繰り返しでソースをつけます。タレ付けですね。はい、盛り付けです。これぐらいでいいでしょう。はい、トンバラ肉のタレカツの完成です。タレが染み込んで美味しそうな色してますね。豚バラ使ったんですけど、豚のヒレでもロースでもいいです。叩いて伸ばして揚げてもらえればいいです。今回はちょっと油が多いとこ使っておりますので、キャベツを引いてですね、タレカツ丼にしてみました。ソースの甘みとウスターのパンチが少し効いてるのと、豚肉の甘みがあると思います。非常にさっくりして美味しいです。薄いので味が染み込んでます。もう本当に家庭で簡単にできると思いますので、揚げ物にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。今回はこれで終わりです。ありがとうございました。